疲れ様です。確か故障明けは 3% か 7% 程度の能力ダウンだった気がします。軍素晴らしい。やっぱね、何を聞いてもね答えてくれる、素晴らしいですね。ニラのみの、あの、僕にとってあなたたちはウィキペディアです。え、そういえばヨーガってまだいたんですね。いました、いましたが、前回の動画でついに旅立ちました。あれ、旅立ったよね、旅立ったよね。俺のコントローラーは左曲がりです。じゃがましいやついんな。久しぶりに猫ニャン動画見たけど、やっぱり面白かったです。これから見続けます。頑張ってください。いやー、ありがたい言葉いただきましたね。フォートナイトが好きなエンジョイ勢、皆さん知ってます？僕もフォートナイトの動画2本ぐらい上げてるんですよ。知らない人がほとんどでしょ。誰も知らない。再生回数も2000回ぐらいです。宮市選手がマリノス決まりました。11番が空いていたのに17番なのは完全にバー意識ですよね。おそらくニラかと思われます。ユニ買ってください。宮市さんのユニ確かに欲しいよな、マリノスな。なんかなんだろう、なんでかな、わかんないけど、赤いユニフォームのイメージあるじゃないですか。宮市さん、俺だけかな、これ俺だ、マリノスのユニの着た宮市さん、楽しみです。BPQ! これはヘラヘラさんヘラヘラさん。交渉期間が終わりました。このシーズンで終わりにするのであれば、もう最後の補強チャンスだったんです。まあ、アジャラさんをね、獲得できましたけれども、前回の動画見てくれた方はね、見てくれたと思うんですけど、アジャラさんは5週間の怪我、ほんでもって、レアルマドリーのディフェンス陣を弱体化しようと思った結果失敗しただと思います。2日ぶりのウィニングイレブンです。今日はシャルケとやって、ミランとのディアンカップ準々決勝。2対3で負けたんだよね。でもアウェーゴール2つぶち込んでるから、1-0か2-1なら勝ちっていう状況ですね。で、リバプールか。はいはいはい。リーグ戦の順位表1位です。ただ勝ち点差が3なんで、ちょっと心しよう。ゴールランキング、アンリンが1位、カカが1位、ゴールアシストカカが1位。カップ戦は今日 D1 カップなんで、ここに勝てば、次、ユベントスか、フェイエノールと。そういうことですね。で、アジャラさんをね、やっぱ、出したい。けれども、まだ出れない。ちょっとね、朝っていうか、まあ、3時ぐらいに寝て、昨日の夜ね。周年ちゃんと夜中の3時までちょっと、メンヘラトークをした後にですね、まあ、寝て、まあ、7時頃起きて、午前中、まあ、2時ぐらいまでずっとズームの会議だったんですよ。本業の方のね。すごく肩凝った。シャルケということで、やっぱドイツ軍でこういうベッケンバウアーさんと比べる。シャルケにはちょっと負けた。アイスラーが強えな、本当に。何回も言うよ。でもこれちょっと能力下がってるか、これもしかして。そんなことないか。もう残り何回かな。4シーズンやるってあんまりないもんな。だいたい3シーズン目ぐらいで優勝できて、ちょっとこれあれだな。すいません。皆さんすいません。インターレースの解除っていうことをしないと、どうですか？映像見やすくなりました？わかんねえか！このセットナイスじゃん！で、コメントで来てましたね。ジャンのフォワードを見たいと。まあ、ちょっとジャンのフォワードもチャンスがあれば、ごめん！ごめん。199センチのね、タワーオブタワーを見せてやる機会も、もしか、やば。はい、ナイスサンキュー、ジョン・テリー。今日は撮影が、今6時ですけど、撮影が終わった後に、明日のサブチャンネルの動画の編集をしなきゃいけない。どういう動画だと思います？皆さん。なんと、夫婦でうどんを打ちました。それ、明日公開したいと思います。あーめーい！ちょっと待って、明日っていうか、うどんの動画の方が先に公開されてるんじゃない？ワンちゃん。キーパーに戻します。嘘だろー。いや、これだってあれじゃん、あの技じゃん、名前忘れちゃった。あの技じゃん、ドンバンドゥンの技じゃん。嘘だろ、ジャンはシャルケの一員だった。前回の動画でもミランに負けてるし、生の時も負けて、ちょっと調子が上がってきてないな、最近ね、ゴリラシーン。OK。これはもう素直。縦へのパス。さあ、同点のチャンスになるか。来た。よっしゃー！ハンナバー
ですね。結局カンナバーロさんなんですね。これよ間違いない。もうストライカーだもん。行って首ストライカー、ああえすり抜けてる、ゴールを守っている人の体すり抜けてる。また、脇下、脇の下茂る、まあ、ヘイティンガ様もね戻ってきてますから、病み上がりからもさらに、これ負けるわけにはいかないって私は思ってます。これチャンス回してパウロカンナバール、うわぁ繋いでヘルフィンガ、ここからいいね、流れがいい、流れがいい、流れがいい、打てない、よーはい素晴らしい。ちょっとカンナバーロさん2点目かと思われたけれども、そこに詰めてくるペレアさん、ウイングの人ですよね。もういいよ、これノックを抜く、そう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 、これでいいんだから。でもうあと困ったら上げちゃう、ごめん、危ない、左に送って危ない、ナイス素晴らしい。ファディナンドがなんと、そしてここはパウロカンナバール、スリートップ揃い踏み、嘘、うん、そしていやジャンの造反からよく逆転したよね、マジでよく逆転したと思う。さあ後半戦がスタートしました。このハーフタイムでの選手の交代はない模様です。うまくない、ディフェンダーに当たったパウロカンナバール、ファールです。PK 違った、やば、おいベルゴミさんのカバー、やばいやばい、ジョン・テリー、オーケー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 、うまい、あー出したかったな今真ん中に、ちょっと向こうまで、そう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 、でこうこう、よっしゃー止まらねー、誰も止めることはできねえこの男は。もうその名もパーパオロカンナバーロ、ウィーユナイテッド後半ここまでの戦いぶりですが、中西さんどう思いますか。やばリードはしているんですが、内容的にはちょっと押されてるんで守備に、いいよいいよ、ディレイディレイディレイ、それでいいそれでいいそれでいい、ベーケンバー届きますから、取れないな、交代もしたいし、あでね、ちょピケさんが出ちゃった、いいとこ出ましたね、ベルゴミさん、そうここはベッケンバウヤフォワード、ジョン来た、打たせてくれねえな。ベルゴミさんをどうしよう、ヨーボーさん行くか、ヨーボーさん行ってカンナバーロさんのとこシレアさん、ペレアさんのところどうって言おっかな、まあ、フォーチ行こうか、いい交代よ、ディフェンス陣中盤そして前、この1枚ずつの、よし、うわ取れないよね後半ずっと、2分と出ています、アルティント、バイエルン時代が好きでした。ファー空いてそうな気するけどね、これファーに走り込んでこないんだよねちゃんとね、いいよ外行かせて、でこういうディフェンス、そう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 、え中へ来ましたよ、ここで笛です、よし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 、まあカンナバーロさんが素晴らしすぎたな、パウロカンナバーロさんが、まあ2万も貯まってるからちょっと使い切りたかったけどね、おーオフェンス80になったベッケンバウアー、すごいね、うん、でユベントス勝った、レアル負けた、インテルナイス、カシャサ 6?ふー、これはだんだん見えてきたんじゃないの、だってあと何節 ?1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 まだまだでした。で私思ったんですけど、今ベッケンバーワーさんのオフェンスが80になったということで、これねあれですね、ヘイティンガさんと位置変えてもいいかも、まあてかカンナバーロさんと位置変えてもいいかも、うん、こうしよっか、カンナバーロさんボランティ1回使った時良かったしね、やっぱディフェンス能力90っていうのもあって、それでいきましょう、AC ミラン、そうね勝つことで、なおかつ2失点しないこと、前回の時は結構ボコされたんで割とね、
最後の最後にピケさんが点取ってくれてよ、ああよかったっていう感じではありましたから、ちょっとファーディナンドさんの調子が悪いんか、ペペさん行くか、絶好調だし、ここ3人疲れてるんですけど、まあ、出さざるを得ないよな、出さざるを得ないと思う。シレアさん調子いいから後半からっていうのもあり、ファンダバーロさんと比べさせていただきます。セフチェンコ強すぎ、クレスポ強い、カカ恐ろしい、セードロフ、ルイコスタ、ガッドゥゾ、カラーゼ、スタム、ネスタ、マルディ、世界選抜、もうほぼ世界選抜。そこに今2点取って、まあそうな、3点取れば、こっちが3点取れば、3点取って勝てばもう基本的には大丈夫って考えていい。延長になるけど、それだって目標失点をしないことにするとちょっとやっぱね取られる。いいよ、上がってんだ誰かが、いいよ、打つか、ちゃんとブロック誰決めちゃおう。真ん中入れた、ちょっと、いいディフェンスです。ジョーンスターリー空いてる、スペースに入れる、抜けた、いいよいいよ、これ中通して、いやずれたな。ウィーユナイテッド点が欲しい、ペレさん、いやいい、よっしゃ、落ち着け落ち着け、なんだって、落ち着こう落ち着こう落ち着こう、いいよそれでいいそれでいいそれでいい、前方へ落ち着こう落ち着こう落ち着こう、ベルマ落ち着こう落ち着こう、なんでそっちに咲いてボーギー、うーまーい、アビダルさん頼む、うそー、あーやばい、これはまずい、シェフチェンコ強すぎるってマジでやばい。 2-1 で勝てばまあ俺らが勝ちなんですけど、こっから2点か。 OK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 、 なんかプツプツ言うのやめろキャップボーイ、 OK、 よっしゃ決めろ、よし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 、ちょっと運が良かったなこれは。ただそこに走ってるバンデンボーアさんのこのウィング適性よ、やっぱりパーフェクトヒューマン素晴らしい。前から前から後ろから前から、後ろから前から、どうぞ後ろから前、よしチャンス通らず、やーば、ミザワナイトー、やばみ、ナイトー、もう一回チャンスです。そこからアビダル、いいよ、ボールの先にいい、攻めてる攻めてる攻めてる、ロスタイムは1分、カナバルタン、うまく食い止めます、しょ、行ったか、うわー、必死に守ります、マジ結構打ったけどね、5本、もう1点取られるときついんだよな。いった、いった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 、打っちゃえ、ミドルシュート、打てー、くそー、ずっと追いかけて、これで勝ち越しでしょ、これで勝ち越しだよね、オッケー、じゃあない、集中してる集中してる、やばい、嘘、おお、はい、前、はい、はいはいはい、やばいやばい、カウンターがすごい、シェフチェンコ、ここから打った、シェフチェンコ慌ててない、セードル、さあスペース狙えるか、やばいな、カンナバーロさんがやっぱセードルとかルイコースターを抑えてくれないとちょっときつ、ちょっときついのよ、ベーケバ、後半30分を回ろうというところ、やばい、よいしょ、つないでヘルフィンガ、いい、決めちゃえ、これ危ないですよ、よっしゃー、ベッケンバウアーのもう超速反応素晴らしいね、うーん、
ありましたが、この後のこぼれ球への素晴らしい反応、これなんです。とりあえずか、インザギが来た。1点取られちゃうとあれです、延長です。さあ、もうちょっと緩くなってない、ミラン。これも打っちゃう、もう。それでいいんだよ。よっしゃ。チャンスすぎない？キーパーと1対1。うま、Gだ。どうだ？くっそ。やば。やばいやばいやばい、これやばい。これだってペペさん言って、だよね。ジョンテリ。トマソン。オッケー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 。前へ送る。止めてくれ。なんでそんなパスだ、あ、やばい。中央3人来てます。やばくない？ボールに角度をつけた。オーブリルラビン、なんで取れない。ちょっとちょっと、再びチャンス。ゴール前にいるのは。オーケー、やぶれー。オッケー、まあ12本打ってるからね。交代はセスタは成長しちゃうんですね。素晴らしい。メンバーが復帰しました。え、誰だ？え、アジャラさん？アジャラさん、あと1週間だ。どうなったか。ユベントスが勝ったか。ユーベか、じゃあ次は。ゴールランキング、あ、カンナバーロさん2、4ゴール2。バンデンボーさん、いけるいけるいける。で、次、リーグ戦です。リバプール。ジャンがちょっと疲れてんだよね。バレに行くか。不調？大丈夫かな。前ちょっとこの2人お疲れなんで、ペレアさんどうしようかな。ヘイティンガさん右ウィング行って、左ウィングピケかな。こうなるとで、ペレアさん、ここトップ下のところが、それともシレアさんをボランチにして、カンナバラさん前、これの方がいいか。リバープール、まあ、ジョン・テリと比べましょう。じゃあ、シセ、バロシュ、チェコ代表ルイス・ガルシア、スバ、この時のリバプール好きだな、本当に好きです。私はすごく好き。リース強い、キャラがヒープやね、もうすごいいいメンバー。リバプール、イスタンブルの奇跡、関係ない。ヘイティンガさんはね、足もそこそこ速いですし、こういうのあるか、こういうのは惜しくない、惜しくないか。あ、じゃあちょそれくらいがいいのか、むしろ違ったみたい。やっぱりちょっとボールかん、なんか気持ちよく回させちゃってるな。ただ強いね、ちょっとやばくない、シャビアロンソだよそれ。前に出した、狙ってベッケンバウヤ、いいボール。前半15分が経ちました。もうストライカーじゃん、100点じゃん、100点だよ。もうピケさんもウィンガーだし、文句ないもん。そしてここはヘルフィンガ、もう言えない。北島康介さん、今も僕同じ気持ちです。何も言えない。はい、ピケさんがもう、ほらピケさんが軍だもん、軍軍軍、ほらね。なった、危ないプレー。え、10分を回ろうというところ、やばい。アイダル、オッケー、前に出る、それがアビダルさん。ここでキーパーへ。キーパーバリーだった、打たしちゃダメなんだね。今思い出した、監督はいつもね、試合の途中で思い出します、誰がキーパーをやってるのか。やばくない、やばくない。おお、ほらもう舐められてんだって、遠目からでもシュート入るぞって絶対思われてるから、打たしちゃダメよ。はい、完璧、スルーパス、これも打っちゃう。大きくいった、惜しいよ。全てもうジョン・テリーとファーディナンドがやっぱね、もう手の内知ってるよと、リバプール何やりたいか分かっちゃってるよって。それでは前半戦のデータを元に、さあ、バレニのために打たれないディフェンス、それを心がけていきたいところですが、攻撃の手を緩めると
やっぱり追いついてくる。なんて言ったってイスタンブールの奇跡をね巻き起こしたメンバーですから、このリバプールっていうのはちょっとや外じゃやっぱ諦めない方たちなので、左ウィングジェラール・ピケ、シュート君だけのためのヒーロー、すごすぎる、すごすぎるよ、これはもう心折れたんじゃない、さすがにリバプール。そういうの、そういうの、そういうの、そういうのが取れ、なんでかファールくれない。ここからちょベルゴミさんが今上がっちゃってるから、シリアさんがこれ右サイドバックの今いっときのワンタイム右サイドバック、やばくない、やばくない、ちょっと危ねー。はい、いいパス、はい、いいパス、なんで残ってた。じゃん、行くか。じゃあ皆様の期待に応えて、でベルゴミさんが疲れてるんでファティさん行って、あとどうしようかな。まあそう、一番疲れてるので言うと左サイドバックか、ホワイトブレスさん行こう。30分を回ろうというところ。やばい、遊びすぎた。ファーディアンドの壁、ジャンがいるんでこっちには、ちょっとね、あのクロスをね全然上げていいと思う。ここはジェラードどんどん縦に出した、ここも外に逃げてジャンが中に入ったところを見計らって、こういうクロス、ゴール前にジャンに行かないんですね、ボールが。これなんか誰も言わないんだ、ジャン、いや、いい反応でしたね、ジャン、ジャン、さあジャン行ってらっしゃい、ジャン、ジャン、ジャン、危ない、シュートだ、オッケー、ないでないで、いやでも相手ボール、なぜなんだ、ちょっと待って、ちょ待って、ちょバレニーはー、でバレニー、それは止めようよ。ママさんバレーみたいじゃん、それレシーブだよ、それレシーブでもダメか、そんなん、どうなってんの。顔だけは一流の男、ジャンにも得点を与えてあげたい。チキシャ、そして今試合、これで試合ができたんじゃないですかね、勝ったからいい、許す、いただきました試合は、まあ、勝ったからいい、許すとかじゃなくて、ジャンの体力を回復させるためにベンチに置いてね、バレニをキーパーで使っているのに、ジャンを途中からフォワードで使ったら何の意味もないのよ、そもそもがね、何の意味もないの。今のリーグ戦の結果はレアル勝ってる、ユベントスは引き分け、順位表もうすごいよ、すごい、ちょっと抜けてきてる、失点でもユベントス少ないね、でも得点が我々結構多いんじゃない、だってレアルが42点多分一番取ってるでしょう、2番目に得点もしてます、すごい。ゴールランキング、はい、ガンナバーロさんがハットトリックによって15、ペレアさんが6本、これあるな。そいでもって次回が WEFA チャンピオンシップのビルバオ戦第5節で、ローマリーグ戦ローマってやった後 WEFA チャンピオンシップのレアルマドリー戦だから、2勝すればこれまだ1位通過あるんだったっけっていうお話でしたっけ、ちょ忘れちゃいましたが、あ、そうだね、2勝すれば得失点差の関係で、まあ、1位は全然あるよ、そういう状況です。ビルバオにも負けられないね、これね、勝ち点差2なんで、心して頑張りたいと思います。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ありがとうございました。